親愛なる皆さん、今日この瞬間に世界が直面している無数の挑戦にもかかわらず、私たちは皆さんに確信を持って伝えます。すべては計画通りに進んでいます。現在地球は前例のない高い振動の光を受け入れ、これが人類の意識の進化を促しています。このプロセスの一環として活動的なカルマのエネルギーが表面化し、皆さんが生きている世界がどのように変化しているかを物語るサインとして認識されるようになっています。しかし現在の社会の大部分が恐怖に基づく情報によって圧倒されていることは重要な問題です。生活のあらゆる側面において皆さんは絶えずネガティブなニュースや予測にさらされ、それが恐れや不安の感情を煽っています。これらの情報が皆さんに押し付けられる方法は、皆さんが恐怖に基づいた判断を下すよう意図的に操られていることを示唆しています。特に重要なのは、恐怖が皆さんの保護のためとして提供されるとき、それが実際には皆さんを力から遠ざけ、分離と無力感の感覚を維持するための手段として利用されているということを理解することです。それは低い振動のエネルギーを維持しようとする力が存在し、その存在を脅かす可能性のある一体感やエンパワーメントの増大を恐れています。この状況を克服する鍵は、自分自身の直感と内なる知識により深くアクセスし、皆さんに提供される情報の背後にある真実を読み取る能力を高めることです。情報が単に情報として提供される場合と、恐怖を植え付ける手段として使用される場合とでは、伝えられるエネルギーが異なることを見分ける必要があります。ニュース業界の多くの人々が恐怖を引き起こすことを望んでいるわけではないことを理解することも重要ですが、彼らはしばしばそのような情報の提示方法を教えられています。結局のところ、皆さん一人一人が内なる力と真実を認識し、恐怖ではなく愛と理解に基づいて行動することで、世界はより明るい方向に進むことができます。霊的進化の道のりは時に困難かもしれませんが、皆さん全員が一緒に進むことでより明るい未来を想像できるのです。この宇宙の複雑な織物の中で、皆さんは高い振動の意識の状態、すなわち一体感と調和の実現に向かって進んでいます。この高い振動の周波数は皆さんを低い振動のエネルギーから自動的に保護し、その恐ろしい外観に対抗する盾となります。ですので皆さんは世界の問題に気を配りつつも、そのネガティビティが皆さんの意識の状態に侵入することを許さない強さを持たなければなりません。皆さんが物理的にこの世界にいる一方で、精神的にはその混乱の一部とはならない方法を学ぶことが肝要です。神聖な一つの意識、または神が無限の形や多様性として表現されることは、皆さんが理解しなければならない絶対的な真実の核心です。しかしこの真実の完全な理解に到達するためには、単なる知識では不十分です。真実は皆さんの内なる世界で認識され、受け入れられ、そして実現されなければなりません。なぜなら意識そのものが全ての創造の根源であり、皆さんが経験する現実の建築家であるからです。途方もない旅のように思えるかもしれませんが、落胆することはありません。真実を知り、それを受け入れ、実践することで、それは徐々に皆さんの常識となり、行動の指針となります。これは運転を学ぶプロセスに似ています。最初はルールや技術の知識が必要ですが、
練習によってそれが第二の自然となり、意識せずとも運転できるようになります。これは皆さんが進化の過程で経験する旅です。皆さん一人一人が単なる肉体の存在ではなく、実は神聖なる意識、すなわち神の無限の多様性の一部としての光の体であるという認識に目覚めていく過程です。この実現は皆さんを物質的な制約から解放し、永遠の存在、生まれ変わりを経ずに生きる存在へと変えていきます。これは単なる哲学的な概念ではなく、新たな現実の扉を開く鍵なのです。自由意志は皆さん一人一人に真実を選択する権限を与えています。皆さんは二元性や分離、相反する力の存在といった概念に意識的に溺れることを選びますが、これは皆さんが自ら選んで作り出した現実です。したがってその結果を他人や状況のせいにするべきではありません。この地球の進化または消化のプロセスにおいては、特定の工事の意識状態を持つ者だけが参加を選ばれました。これは彼らが否定的な状況が展開することを予知し、その中でも光、つまり純粋な愛と知識のエネルギーを保持できるからです。もしこの言葉が響くのなら、あなたはそのグループの一員であり、もはや時折ではなく常に、あなたがどこにいてもあなたの意識が影響を及ぼし続けるのです。あなたが存在する理由そのものは真の力、つまり光を地上にもたらすことです。神と一体であること、つまり宇宙の基本的な真理とつながって生きることは、実は多くの人がすでに体験している状態です。しかし皆さんの多くは精神的な進化の過程で不安や心配、混乱を感じることがよくあります。これは皆さんの心が過去の生活や集合意識からの古い信念や感情によってプログラムされているためです。皆さんは現在これらの制約から解放され、新しい意識の状態へと移行していますが、この過程は心の混乱を招くことがあります。心は過去のものにしがみつき、慣れ親しんだ状況や感情にとどまろうとしますが、これは安全であるという錯覚に基づいています。ですので心の声を軽んじるのではなく、その声に耳を傾け、心が提示する懸念事項や恐れに対処することが重要です。しかしそれを制御する力として許してはなりません。古いパターンやエネルギーがあなたの行動を左右しようとするとき、心と積極的に対話し、すべては順調です、今私は新しい視点、新しい方法で物事を行っていますと自分自身に言い聞かせるのです。心に安心感を与え、その懸念が無視されていないことを確認することで、あなたは自分の内なる指導を信頼し、新しい意識の段階に進むサポートを自分自身に提供することができます。自分自身との対話、つまり自分の心と話すことは、一見非現実的、あるいは奇妙に思われるかもしれません。しかしこの方法は皆さんが霊的に成長し、固定されたエネルギーパターンや古いプログラミングから解放されるのを助ける非常に効果的な手段です。確かに全ての人がこの方法を必要とするわけではありませんが、多くの人にとっては有用です。人間の進化というのは避けられないプロセスであり、皆さんはそれぞれが次の段階に進む準備ができたとき、自然とその流れに身を任せることになります。これに抵抗することはしばしば困難を引き起こしますが、
同時に内なる目覚めへの呼び声を感じるきっかけにもなるでしょう。自分自身に深く問いかけ、私は本当に神あるいは工事の意識が全ての原因や結果、現実そのものだと信じているのか。そしてその信念があるなら、なぜ未だに三次元の制約や力の影響下にいるのかと考えることは、皆さんが霊的に成長する上で非常に重要なことです。一度真実を認識すると、それを無視し続けることはできなくなります。多くの人が目覚める前の方が生活が簡単だったと感じ、そこにとどまりたいと思うものです。しかし、皆さん一人一人が真の自己を理解し受け入れ、その自己が宇宙源、神聖なる意識そのものの表現であるということを受け入れるプロセスは、絶え間ない学びと進化の旅なのです。人間の心は有限であり、無限の真実を完全に把握することはできません。しかし、皆さんが成長し進化するにつれて、必要な知識や洞察が内側から湧き上がり、求めるものの前に真実が明らかにされるのです。神または宇宙の意識は、皆さんが準備を整えた時、自らを皆さんに理解させます。だからこそ、外部のものに依存するのではなく、内省し、ただ存在することを許可しましょう。外からの方法や道具に頼るのではなく、内なる自己との対話を深めることです。真実や神への接続は、特定の儀式や物理的なアイテムによって得られるものではなく、自分自身の内部にあります。いずれ皆さんは自分の真の自己がすでにここにあり、呼吸をするほど身近で、常にその状態でいることを受け入れる必要があります。それは未来のどこか特別な瞬間の後、より霊的な状態になった後ではなく、今この瞬間にあなたに存在するものです。私たちはアルクトゥルスグループです。私たちのメッセージを受け取り、内に目を向け、真の自己との結びつきを深めることで、あなたの霊的な旅がさらに充実したものになることを願っています。Thank you.